いや、こうやって国内のカーボン系のシューズ並べてみると、この厚底とか、この反発とかっていうところからは少し一線をか。ビギナーランニングマガジンへようこそ。感想共有に牧野です。今回はですね、国内のカーボン系シューズ、これをですね3足揃えてみましたので、改めて解説していきたいかなと思います。まずですね、アシックスネタレーサーですね。ネタレーサー今年発売されましたけど、大きく言うと国内のブランドって面白いなと思うのが、いわゆるナイキの厚底と言われているシューズ、そしてそれに関しての反発と考えると、まずアシックスから考えていただくと、反発ってやっぱり転がる形ですね。ぐるっとエボライドでそれが証明されましたけれど、それにこうカーボンが入った形ですごく回転を生みやすくなる。ですからストライドがドーンって伸びるという形のシューズではないわけですね。したがって逆に言うと、こうストライドを出すぎないというところはコントロールがしやすいというのがありがたいのと、やっぱりこのロッカー機能みたいな構造になってますんで、足を回転させやすいピッチ走法にもなりやすいと。ですからこういった系で言うと、ホカとか、そういったカーボンはありますけれども、主流をね、今流れているこう反発からって考えると、そこはちょっと逸脱しているメタレーサーっていうのも一つ独特な、さすがアシックスというシューズがこう登場しました。でそれよりも先にですね、昨年登場しました、デサント原点と。で今度こっちはですね、薄底なわけですよ。だから今2社目ですけど、こう各自ね、日本国産のメーカーっていうのは独自路線をこう走ってると。ですからカーボンで薄底っていうと、スパイク系のシューズであれば分かりますけど、マラソン系のシューズでっていうのは、デサントさんだけなんじゃないかなと思われるシューズです。でカーボンの入りも、通常は挟み込んで、カーボンを搭載ですけど、最下層のところにね、このカーボンが内蔵されているというのも一つ特徴です。ですから叩いて走りながら反発を生むというところの、このシューズ、これもね、非常にデサントさん面白いものを出してもらってるかなと思っています。そしてさらに最初に出したのがヨネックスさん、セーフラン100ですね。ヨネックスさんのシューズっていうのはどちらかというとセーフティーですから、かかとの部分も非常にクッション性が高いですよと。で特徴としては、やはりかかとの部分の方にこうホールドする形でカーボンが入っているということです。ただこれはね、結構いい跳ね方をしますので、一番こう厚底であってくね、カーボンの反発って考えると、今の主流に近いのかもしれないですけど、履くとちょっと違うんですよね。やっぱりヒールストライクの人でも大丈夫ですし、でそれでいてすごいストライドも出る、これ結構快適なシューズだと僕は思いますんで、前にもね、初めて履くならヨネックスセーフラン100みたいなことを言いましたけども、もちろんエンドルフィンだとかアルファに比べたら、あそこまで跳ねませんけど、かなりいいライド感があるというのも一つ特徴ですね。そうすると3社見比べるとね、面白いですけども、国内のメーカーっていうのは、こう自流というわけじゃなくて、本当に独自で作っていって、たまたまカーボンが入っているよと。それぞれカーボンの技術というよりは、他のブランド、ブランドというかですね、スポーツをやっていると。野球だとかサッカーだとかゴルフだとか、そういったもののテクノロジーもあるので、チョボシューズに、取り入れてる部分があるのかなと思っていますね。特にヨネックさんなんかはね、ゴルフだとか、テニスだとか、そういうところですでにカーボンを入れていたという事実もあったりとかするっていうのも、一つ特徴なのかなと思っていますし、アシックスさんに関しては、これどちらかというとですね、
まあなんでしょう、今までのアシックさん、まあね、とはちょっとこう一線を変えて、ぐるぐる回るなんていうのもちょっと作ったっていうのは、ここはちょっとすごく印象の深いシューズですし、でカヤノとかその流れのね、例えばターサーだとかっていう流れからはちょっと、一歩置いてというところもあると思います。まあ、こんな形でね、水野さんなんか過去入ってないですけども、まあ同じように反発するシューズって独自路線を行っていますんで、やはり国内ブランドっていうのも目が離せないなと思っていますし、まだまだ今後も進化してくるんであろうというので、今回3社紹介しましたけれども、国産メーカーにも注目していただければなと思います。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。感想を共有に負けるでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。